手売り島とヤギ尻島では、羽幌町の開票所まで投票箱を運ぶ船が天候によって結行する恐れがあるため、2日早く繰り上げ投票が行われています。有権者は2党合わせて435人です。そういう医療面、うん、なんか充実してほしいなと思いますけど。ここ過疎化がちょっとひどいので、その辺良くなればいいなと思ってますけども。 午前10時現在の投票率は9.89%で前回の知事選の同じ時間に比べ4.22ポイント低くなっています。